どうしたらいいのかな。あんたがそんな落ち込んでどうするのよ。私たちに何かできるような話でもないんだし。何かあったのか。あ、私たちは何もないんだけど、ちょっと友達が困ってるみたいで。困ってる？思わず話に割り込んじまったけど、話聞いちまって大丈夫か。いいわよ、あなたの知らない人の話だし、誰の話か詮索するほど野暮じゃないでしょ。そうだね。それに男の子の意見も聞いてみたいし、話聞いてもらってもいいかな。あ、もちろんだぜ。口は硬いから安心してくれ。ありがとう。それで友達にね、最近好きな人ができたんだって。うんうん、それで？彼女は自分が太ってるから告白できないって言ってるの。でも本当は太ってなんてないんだ。ん？だったら何の問題もねえんじゃん。それがダメなのよ。本人が太ってるって思い込んじゃってるから、そうじゃないって言っても信じようとしないの。はあ。それにもし仮に本当に太ってるんだったとしても、その子とってもいい子だから、自分の気持ちに素直になってほしいなって思ってるんだけど、でもそれをどううまく言ってあげればいいのかわからなくて。確かに難しいな。だから私は冷たいようだけど、放っておくしかないと思うのだけど。私は放っておくっていうのはちょっと、話を聞いてあげることくらいしかできないかもしれないけど、でも何もしないよりはいいかなって。一条くんはどう思う？そうだな。小野寺の意見に賛成だな。そういうのは話を聞いてもらうだけでもだいぶ楽になるもんさ。やっぱそうだよね。建設的とは思えないけど、まあそういう考え方もあるわよね。でも小野寺は優しいな。そっか、友達のために悩んでたんだな。え？いや、さっきあんまり深刻そうな顔してたからさ、俺てっきり小野寺自身が悩んでんのかと思ったんだ。だからつい声かけちまって。そうだったんだ。でもそれを言うなら一条くんだって優しいってことだよね。え、なんでだ？だって私が悩んでるかもと思って話しかけてくれたんでしょ。それって優しいってことじゃないかな。そんなことはねえと。ううん、絶対そうだよ、保証する。そうか。そりゃどうも。小野寺にそう力説されるとすげえ嬉しくなってくるな。今日も一日お疲れ。楽、放課後みんなでカラオケでも行かないか。悪い、ちょっとそれどこじゃねえんだ。勉強中？放課後に？今日提出の宿題だよ、うっかり忘れちまってな。生徒会からのお知らせだ、よく聞け。ただいま新人大大大募集中。平凡な毎日に退屈してる君、ぜひ生徒会に入りたまえ。みんなの立候補待ってるぜ。おほー、テンション高いな。いやでも楽には全く必要のないお誘いだね。平凡も退屈も休息もない刺激あふれる毎日を過ごしちゃってるからさ。まあ否めねえけど。つか気が散るから話しかけんじゃねえ。
ごめん、忙しかった？小野寺！しまった！俺はなんつータイミングで。あの邪魔しちゃってごめんね。急ぎのようじゃないし、また後で話しかけるから。いや、さっきのは週限定で言った言葉だぜ。俺なら超絶に暇を持て余してるから、気軽に話しかけてくれよ。あのね、今日ルリちゃんが日直で宿題のノート集めて先生のとこに持っていかなくちゃいけないんだって。それで一条くんのノートがまだ提出されてないみたいって聞いて取りに来たんだけど。いつもは宿題欠かさずやってきてるのに、なんで今日に限って。すまん小野寺、もうちょっとだけかかりそうだから後で宮本に直接持っていくよ。ううん、大丈夫だよ。今日は何の用もないから。そうか、悪いな。じゃあ速攻で問題解くから。気にしなくて平気だよ、ゆっくり解いて。小野寺本当にいいやつ。でも珍しいね、一条くんが宿題を学校でやってるところ初めて見た気がする。わざわざ自分で解くところが楽らしいな。どういうことだ？誰かにノート見せてもらうこともできるだろってことだよ。こういう時お前手抜かないもんな。なことしねえよ、自分でやんなきゃ意味ねえだろ。そっか、そうだね。私一条くんのそういうところが。どうした？ううん、なんでもないよ。そのそういうところが偉いなって。とにかく待ってるからね。射程来た。小野寺、待たせてごめんな。ううん、全然だよ。一条くん、お疲れ様。やっぱ小野寺と話すのはいいよな。癒されるっつーか、なんつーか。ノート。そうだよな。じゃあこれ。小野寺の指に触っちまった。ごめんね、その指。いや、俺の方こそ。いやいいね、最近の若いもんは。何言ってんだ、お前だって最近の若いもんだろうが。すみません。小野寺小崎さんはいらっしゃいますか？上級生か、見たことない顔だな。私にご用ですか？小野寺さん。はい。あなたに大切なお話があるんです。ここでは話しづらいので場所を変えてもいいですか？小野寺、ノートはやっぱり俺から宮本に渡しておこうか。そうだね、じゃあお願い。それじゃ。何だったんだ今の。大変なことになったわね。お、宮本、いつの間に。やあ、ルリちゃん、ご機嫌いかが？でもちょうどいいや、これ宿題のノート。待たせてごめんな。そんなんどうでもいいわよ。どういうこと？どれだけ鈍いのあなた。男子生徒から呼び出しを受けたとなれば、されることは決まってるでしょ。告白よ。告白だね。いや、待て、なんでそんなことさっきの会話からわかるんだ。相手のやつそんなこと一言も言ってなかったぞ。あなたバカなの？これから告白しようって人間が、告白するから来てくださいなんて呼び出し方するはずないでしょ。そりゃそうだけどさ。いや、ありえねえことじゃねえ。確かに小野寺は可愛いし、男子からも人気あるし。告白だと。デラ君、このままにしといていいのかい？それは
いいわけねえけど、俺に止める権利なんて。ちょっと大声出して何騒いでるのよ。告白とかなんとか聞こえたけど。戸崎が男子生徒から呼び出しを受けたのよ。呼び出しとは決闘ですか？それなら私が。いやいや、そうじゃないよ。そんな勘違いしちゃう聖志郎ちゃんも可愛いけどね。貴様、そんなこと言っている場合か。小野寺様の身に危険が迫っているのなら一刻も早く助けに行かなければ。いや、さすがに身に危険が迫ってるってわけじゃないと思うんだが。わからないわよ。万が一にもさっきの先輩から押し倒されちゃったりなんかしたら。押し倒、告白するってだけでそんな展開に。そんな可能性もあるってことよ。小崎が泣きながら帰ってきたらただじゃ置かないわよ、一条くん。小野寺が泣きながらって演技でもね。どうする。俺、小野寺の様子見てくるわ。おせっかいかもしれねえけど、やっぱ心配だ。待って、楽、私も行くわよ。小崎ちゃんのこと私だって心配だもの。私も参ります。素人相手に気は進みませんが、万が一の時はお役に立ちましょう。は、俺も俺も。女の子にばっかいい格好させられないっしょ。小野寺だ。あの、でもやっぱりラッキー、ちゃんと声も聞こえるじゃん。し、静かに。小野寺さん、僕には君が必要なんだ。うわ、ガチの告白じゃねえか。驚いたわ、本当に告白だったのね。まさかさっきの適当だったのか。あんな自信満々に熱弁振るってたじゃねえか。し、もう静かに。僕の元に来てほしいんだ。頼む。小野寺はどう答えるんだ。あー、くそ、どうする、どうできる。畜生、迷うな。どんな答えが出たとしても小野寺の決断を応援してやるんだ。断ったのか。そっかって振られてるやつを見てホッとするって男としてどうなんだ。一条楽、どうしたんだ。顔が青ざめたり赤くなったりしているが。いや気にしないでくれ。どうしても無理なのか。君に断られたら僕は。そんな風に言ってくださることは本当に嬉しいです。でもやっぱり難しくて、本当にごめんなさい。もう一度だけ考え直してくれないか、頼む。いえ、でも。小野寺困ってんじゃねえか。なんであいつ潔く身を引いてやらねえんだよ。なかなかしぶといね。男の風上にも置けないやつめ。お嬢、成敗してもよろしいですか。おい、お前、男なら潔く身を引いてやれよ。小野寺が困ってんだろ。あれ、困らせてしまいました。そんなことは。いえ、本当のことを言うと少し困ってるかもしれないです。そうですか、困らせるつもりはなかったんですが。わかりました、今回は諦めます。ですが、いつでもお待ちしておりますので。ごめんなさい。言ったか。小野寺、大丈夫だったか。ちゃんとお断りできたし。でもなんだか先輩に悪いことしちゃった。せっかく言ってくれたのに。そんなことないよ。いやいや、付き合うことなんてないし、やっぱり好きな人と付き合わないと意味ないじゃない。え、
そうだね。でも別に先輩のこと特別嫌いじゃないよ。ただ私、正直ああいうことには向かないんじゃないかなって思って。それに家の手伝いも委員会だってあるし、そう思うと難しいかなって。ん？家の手伝い？委員会？ちょっと待った。あのさ、小野寺。何？一条くん。念のため確認なんだけどさ、今さっき先輩から告白されてたよな。告白？違うよ。今のは生徒会の先輩で、人手が足りないから手伝ってもらえないかって言われただけだよ。え？そうだったの？なんだ、じゃあ心配することなかったのね。大事に至らなくて何よりです。って待てよ、俺さっき勘違いしてすげえ恥ずかしいこと言っちまったような。あの、でも一条くん、なんでそんな勘違いしたの？それはさて、何事もなかったようだし下に戻ろうか。そうしましょう。舞子くんと同意見なのは不本意だけど。そんな照れないでよ、ルリちゃん。ふっ、ちとげちゃんも行きましょう。そうね、ラク、先行ってるわよ。シュウ、気を使ってくれたのか、それとも面倒くさい説明を俺に押し付けたのか。どっちにしても、なんとか小野寺を納得させねえと。一条くん、どうして私が告白されてるって思ったの？あ、なるほど。確かに先輩すごく一生懸命だったもんね。でもそれだけで告白って思っちゃうなんて。一条くんも意外とおちょこちょいなんだね。あれ、でもそれにしてもどうして追ってきたの？知らないふりだってできたのに。ありがとう。一条くん優しいんだね。でもあの、どうしてそこまでしてくれるの？そっか、心配だったんだ。一条くん、心配性だね。ここなんか熱いね。ほんとごめんな。おせっかいなことしてることも重々承知してたけど、もし何かあったら嫌だったからさ。おせっかいなんてそんなこと思わないよ。そのありがとう、先輩のこと止めようとしてくれたんだよね。ただの勘違いだったけどな。後で先輩に詫び入れに行くわ。失礼なこと言っちまった。ううん、私嬉しかった。その本当にありがとう、すごく嬉しかった。一条くん、うわ、しまった、嬉しすぎて鼻血が。大変。これ、ティッシュ使って。おう、すまん。何をやってるんだ俺は、こんな大事な時に。あれよ、ロデル、ちょっとだけ横になる。うん、ちょっとそのまま待ってて。
て。おお、ありがとう。これはやばい、興奮して。あれ、血が止まらない。大丈夫？で、大丈夫大丈夫、こうしてれば多分。本当に？じゃあ血が止まるまでここにいるね。神様ありがとう。告白って聞いた時はビビったけど、今日はラッキーな一日だぜ。出血しさえしなければな。よし、綺麗になったな。で、なんで俺は宿題をやらずに部屋の掃除なんかしてるんだ。いわゆる現実逃避というやつじゃな。うやべ、寝る時間がなくなる。ラク様、おはようございます。もうおはよう。突然ですけど、ちょっと心理テストをしませんか？ほんと随分突然だな。まあいいけど。ありがとうございます。では、あなたは丘の上にある白い家の前に立っています。白い家には大きな窓があり、中には幸せそうな夫婦と子供が2人います。さて、窓から見えるカーテンの色は何色でしょう？それ聞いて何がわかるんだ？いいですから、直感でお答えになってください。カーテン、カーテンか。丘の上で家は白いんだろ。色合いを考えると薄い緑とか。なるほどなるほど、わかりました。参考にいたしますね。え、あ、おう。で、意味するところは何なんだ？え？心理テストなんだろこれ。内緒です。なんだよそれ。